お待たせしました。あの奈良県のスーパースターの千徳を呼びたいと思います。イエーイ。でも千徳くん、皆さんの元気な声を聞かないと出てきてくれないんですよ。だから皆さんで呼んでくださいね。それでは一度練習したいと思います。私がせーのって言ったら大きな声で千徳くんって呼んでくださいね。それでは一度練習いきます。せーの、こっちのお友達もっと頑張ってください、はい、頑張ってください。じゃあ本番いきますよ。せーの、千徳くん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 、